はい、最後は5、6年生ですね。今回はね、そうだな、これそんなに難しくないかなって思いました。まあ、ちょっとね、こういうふうに大きくなりやすい字っていうところに注意して、あと、あ、そうそう、ポイントでちょっと書いておいたのは、四角で囲まれるような字っていうのは原則的にちょっとだけ小さめに書くっていうかな、小さく見えるように書くのがまあ原則になってるので、例えばこういうちょうど円が出てますけどね、円とか、あと囲まれてる字っていうとあれかな、門構えとか、そうね、国構えとかいろいろねありますけど、なんかそういう字っていうのはちょっと圧迫感がすごくあるので、そのあたり余白をこう取るようにしてすっきり見せるっていうところですね。なのでまずこれを気をつけること、それから、基本的な字の作りとしては辺と作りに分かれている、例えばこういう字とかね、ものっていう字ありますね、あと梅っていう字も、これもそうですね、分かりやすいじゃないですか、このほら木辺とこちらがこう舞っていう字ですよね、こう右左右分かれているもの、それは辺よりも作りをちょっと大きく、縦の幅っていうよりはこの横幅ちょっとふっくらめにっていう感じかなっていうところを、気をつけていきます。これはね、こういうふうに左右に分かれてるものなら結構どんなものももちろん例外はあるんですけど当てはまることなので、覚えていきましょう。そしたらまあ、そうね、これ行なのでそこの部分は左右のこの空きの状態を少し見ながら、やっぱ頑張りすぎてどうしてもその自分が書いてるとこしか見れてないようだと結構曲がったりもするし、うまくいかないところがありますよね。なんかそこをちょっと注意しながらいきます。まずは真ん中に乗せるように、あ、今回もこれも山が出てきましたね。さっきの1個目にあった方の山ですね、これね、こんな感じ、こういう風にこれは反る、キュッと反ってますね。この反り結構ちゃんとあると綺麗です。で、山里、里という字はスッと持ってきて、横幅、これあまり出しすぎないでください。大きくなってしまいます、これ。ちょっと狙い位置外したかな。このぐらい丸くなってくると、結構ちょっと何ミリかずれたりしやすいですね、こういうとこね、細かいところがね。山里の、そう、そういえばこれ5、6年生の課題で3月なので、今の6年生は次中学生になりますね。そのしたらこれが鉛筆じゃなくてペンに変わりますので、中学の方のお手本も少しね参考に見てもらえるといいかなと思います。ペンのことについて少し言ってたりもするので、あ、さっき言ってたあれですね、この木辺、辺に対して作りっていうのがちょっと大きくなるよねっていう話、それは何かっていうと下のラインはだいたい揃えるんです、まあ、右下の部分っていうのはちょっと重めでもいいぐらいですが、まずは中心の線がこうにあるのに木辺はこっち、こんなに我慢してるような感じですよね。こちらの作りのこの子に譲っているようなイメージになります。片手だけ伸ばしてこっちキュッとこう縮めてるような、そんな感じでこちらの子を優先させてるような、そんな感じに見えませんか。そういう風にね書きます。チョンって、からチョンってしてるのはね、ぶつからないように右の子優先的な感じですね。
はい、ここしっかりとぎゅーっと持ってきます。これは動きとしたらこういう風に貼っていきます。だけどこっちはどういう動きかっていうと、ぎゅっとこういう風にね、ちょっと反りが入ってるんですよ。っていうことは必然的に台形っぽくなってるってことです。ここの幅よりも下の幅の方が多く長くなっているはずですよね。こうしてこういう風に来て、ここを少しにしといて、これがこういう風に下の方に来るならそういう風になりますよね。今ちょっとここだと太さもあってちょっと分かりづらかったかなと思って、ちょっとこっちに細いペンでね書いてみましたけど、これ見ると分かるかな。ちょっと台形です。で真ん中こうで、こっからギュッとね、その時まあこの辺はちょっとうまいこと逃げてあげて、大事なのは木偏のこの子、こっちこう出してあげたいので、こう出てあげること、こちらもこういう風に出てあげること、こっち2人一緒になってる場合役割がねこう分担されるようなイメージですね。そうするとこれうまくいきます。そしてさっきも言ったこの円っていう字が出てきました。これ書けるかな、この丸い鉛筆でね、ちょっと難しいような気がしてきました。このねちょっとなんていうかな、下に広がりを持たせるぐらいな感じ。なんとなくこれほらこうつぼまってはいないですよね。これで中に物を何か入れるわけですから、これが広くしてあげたいわけですよ。それとどっしり倒れないようにしてあげたいっていうのもありますよね。それにはちょっとだけ広がってあげて、ちょっとだけ上も膨らんであげて、こっちもなんならこういう風に下が広がってあげるような感じにすると中が大きくなるじゃないですか。そうするとね自分がやっぱ入れやすくなって、書きやすくなります。今ほらここがそれでなくてもここがこんなに太くて大丈夫かなって思ってるぐらいなので、なるべくここ広くしてあげたいですよね。さあ行ってみます。1、2、3、やばい、結構ですね。ちょっと立ててやってみますよ。キュッと、おギリギリかな。そうギリギリに行きそうですね。ちょっと最終角で閉じる前に一つだけ説明としたら、まあ中心ここね、それとここ必ず一緒になるように、ちょっと小さくなっちゃったから分かりづらいかな。1、2、3、4、5、6、7、7が出てくるのは中心からですよね。これと揃ってる部分、ここね、こういう風に来て上の方接続しといて、ここ短めでいいです。だから結構こっちの方が長いかなっていうぐらい、こう来てこうでドンドンっていう感じですね。これを中にこう入れて、でうまく閉じていきます。こちらが長くなってるはずで、この状態ならまあうまく閉じれるだろうと見込んでいいと思います。だからここよりも下に下がってこないでくださいね。うん、に多くの多いという字横に払っといて、下にちょっと行くような、なんか広がりがあるような感じ。これもこの辺からグイングイン、こうなんかちょっとこういう風になったでしょ、この動き。横からこうストーン下に下がってるような感じ。こ
ここね、あんまり下がんないでください、この横、うん、はい、多くの、うん、このぐらい空いてるとベストですね。あまり詰まりすぎるのも良くないの、綺麗じゃないのでね。人たちが、うん、5、6年生のこれを書く場合、ずれたりするのが、ずれて入らなくなるっていうのが一番痛いですよね。なのでなるべくしっかり折って、なるべく近くに手本を置いて、ずれたら、少しでもずれたらちょっと修正をどこかでかけようっていうふうに思いながらやりましょう。で、人という字はまあ一番上なんですが、まずこう真ん中ね、真ん中から入ってこう横に、かなり横に行きます。下にビヨーンっていかない、こういうふうに書くこともありますけど、これに対してだったらまあ左右はこういう感じになりますよね。ちょっと今回はもうちょっと角度がこちらにこう左に向かってて、それに合わせて右も書いていきます。いつも左に対して右があるって思ってください。なのでもしも左がこういう風に立ってるような状態であれば、右もそれと同じような角度で、こういう三角形がしっかりとできるような角度で持っていくってことですね。これがほらこういう風な二等辺三角形に近いですよね。こっちはほら正三角形に近いような感じっていう風に、いつも三角形を作るようなイメージ持ってっとくといいですね。あとよく使われるのはひし形とかね。はい、タッチです。タッチ、なるべく工業に なってからってわけじゃないですけど、地が終わったその後に自然とかの一画目に迎えるような感じがいいかなと思います。そろそろその辺のつながりが自然とできるようになると、これが早く書く第一歩というか、今日の一番初めに撮ったその 1,2 年生の動画の中でちょっとお話ししてますけど、黒板の板書が綺麗じゃないとか、なんかノートにね写すのがね、早く書くとちょっと汚くなってどうにもねっていう感じのお母さんたちのお話とか、そういうところ、まあ、5、6年生のこの辺りから少し出てくるかな、ちゃんとできるかなっていうのがね。でこの辺でだからそのコツをつかんでおくと、今後とても役に立つんじゃないかと思います。これ誰も教えてくれないのでね、こういうのって。1、2、3、ちょっと今話しながら書いちゃったからあれですけど、まず漢数字の3のようなものがここにありますよね。でこれ春っていう字は右払いがあったりとかで、ちょっとこう何て言うかな、場所取るんですよ、右の払いってね。だから少し左に寄ってもまあまあ構わないかなって、動きがあるように見えてそれはそれでいいかなと思います。で右の下のこの部分っていうのはちょっと長めに持ってきておくと安定感が出ますので、そこはねしっかりと出しといてください。そう、つなげ方、中学生になると結構簡単な行書なんですけど混ざってきて、それが分かると一気に書く、どこまでを一気に書けばいいかっていうのが徐々に分かってくるんですね。でそれが分かってきて自分のものになってくると、それがようやくスピードとつながってくるっていうところです。なのでちょっともちろん小学校の低学年に話しても分からないところ
まあ、漢字が混ざってきたりするのでね、わからないし、やっぱり初めのうちは見ながら丁寧にっていうのがもちろん重要になりますので、そういう意味でもね、やっぱ知識と実践とっていうふうに考えると、障害学習って言われるのはやっぱりそういう点だっていうことですよね。いくら上手だとしても、やっぱりあまり小さいうちには教えられないことがね多くてっていうところなので、成長を見ながらっていうところです。で、5、6年生っていうのはだからとってもいい時期なんじゃないかと思います。もうね、だいぶいろんなことが分かってて、しっかり書くこういうものっていうのはもう分かりますよね。結構やってるとだいたい分かってくる。で、そしたらもう一歩先に行くのがいいと思います。少しどこをどういうふうにつなげていったら早く書けるかなっていうところまで考えられるといいですね。ちょっと基本的なことですけど、これ、一画目は立てた方がいいものです。これはね、ちょっとね、例えばこうになると、一画目がこう寝てる場合ですね、あ、映ってなかった。こうやって寝てしまうと何がいけないかっていう、どうしてもこことぶつかる、狭くなりますね、ここはね、なのでこういう縦ラインです。立てておいて、なんとなくこの線っていうのは沿ってる方が綺麗です。辺だから、ほら、木辺のこっちにあった梅の、梅っていう字ね、これもそうでしたけど、作りの方を優先したいんです。これの場合もそうですね、こちらを優先させたいんですが、この子が例えばこうしてこうしてこっちに膨らんじゃった場合、こうね、このぐらいの膨らみだったらまあまあ大丈夫って言ったら大丈夫なんですけど、あんまり美しくないんです。こうになった場合、なんかここが狭いし、こういう風にせり出してきて押されてるようなイメージありますよね。これをここは開けたいんだけど、でもこっちを大きくしたいんだよっていう、いろんな気持ちが含まれているのがこれ。立てといて、こう入るけどまっすぐ行くとあんまり綺麗じゃなくて、こういう風に持ってきてるようなこの線っていうのはすごくいろんなことが感じられる、いろいろ気を使ってるなっていうのがすごくわかる書き方です。これぜひできるようになると、毛筆でも生きてくるし、筆ペンなんか持った時にはすごくこういうのは使えますので、覚えておくといいと思います。こういう線の引き方ね。それからこう作り側っていうのはこう上がってっていいので、これ結構高い位置、もっと高くてもよかったな、高い位置からこう持ってきといて、で横にギュッとこう上がってってもいいですし、これはねこういうふうにむしろ下がって書くこともあります。これちょっと大人な書き方で、ちょっと今中学生の話とかが混ざってきたので、なんかね一瞬あれ大人？大人って分かんなくなっちゃった。こういう風にも書いたりしますが、私こちらのお手本はまあ横にふっくらこう持ってきてますね。これでもいいです。とても大人な感じになってますね。それから、もう一つだけ、これ中のひげのようなこれは行き先がちょっとずつ違いますので、そこ同じようにならないようにしましょう。これはいつもよく言いますね、こう来てこう来て、せっかく広いわけですからこうしといて、こういう風に、こちらは太いから分かりにくいかな、こういう風にこっち向き、これはこういう風にこっち向き、少しだけなんかこう行き先が少し角度が違ってるっていうところですね。でもう一つ言うなら、これもありますから3本全部違うんだって思ってください。に来
ています。はい、にひらがなですね、こうきてトントン、漢字の大きさに対してひらがなの大きさは随分小さいです。ここの強弱大きさもねしっかりと覚えてください。新5年生はそこにまずもしかしたら戸惑うかなっていうところもねありますね。あ、新5年生、あ、新5年生まだまだでしたね。スカイプの方のちょっとお手本を書いててさっきね1ヶ月先のやつ書いてたかちょっと待ちしちゃった。まだまだ皆さんは普通に最後のあれですね、学年のもの書きますよね。来月からでしたね。キュッと上がって来るという字です。ここには漢数字の2がこう見えますよね。線の質の違いしっかりと見てください。これキュッと上がって短い太い線、これは打ち込みは必ずこの左上から入って、左上こっちね、こういう向きでこう引き質が入ってこういきます。その時にこうふっくらとしてこういう風に反るような感じですね。で次縦のラインっていうのはキュッとしたらこう結構大きめでいいですよ。縦のラインね反るような感じでキューッと持ってきてちょっとカーブしてるような感じでここ跳ねないまでもこういう風にこちらにぶつけるような感じです。今の動き、あ、春が来たって書いたのは4年生かな。毛筆の方も見てもらうと分かりやすいですね。ヒューッと来てこうぶつけといてここに分割するような感じです。そしてこの高さに合わせるようにしてこのこうストーンと持ってきます。こんな感じですね。でキュッとして緩めといてギュッ、いい、まあす、そうですね。そしたら5、6年生の小5、このぐらいになったらもっと立ててもいいかもしれない。だから皆さんは結構みんなピンピンの鉛筆使ってるよね、いつも思うんだけど。硬質ってね、あ、全然見えてなかった、ごめんなさいね。ここね、いつもは私はこのぐらい、見えるかな、寝かせてるんですよ。寝かせて書いてるんです、太くしたいから。だけどこの今小5小6って書いたこのぐらいの小さい字をこんな丸鉛筆で書こうとするとこうやって寝かせてたら太くなっちゃいますよね。だからこれをこういう風に立ててこういう風にして書いてたわけですよ、そういう風にこの辺はいろいろ使い分けができます。太くても逆に太い方がだからその強弱は出せるっていうところなので、あんまり尖らせすぎない方がいいんですよ。尖ってるとか、あ、尖ってないと書きにくいって言いますけどね、それはねちょっと持ち方を少しだけ見直した方がいいかなっていうところもあるので、自分でまずそれ気づけると本当はいいんですよ。人から言われるよりねやっぱねいいじゃないですか。そう、ちょっと考えてみてください。はい、では5、6年生ね、5、6年生もそうですよ。名前ここちょっときちんと開けるような感じで下もね少し空きができるといいですね。はい、頑張ってください。